はい、こんにちは。今日は2020年4月の14日です、ね、楽天のですねアンリミットサービスが始まりまして、先週の8日ですからそろそろ1週間になります。その間ですね、いろんな検証がなされておりますが、この楽天使い方はいかがでしょうかね。その間に、かなり初日からですねバージョン2を発表して、1年間無料以外にですね、楽天回線エリアで使い放題というのはまあそのままですけれども、パートナーエリアでデータ容量が2ギガというものをですね5ギガに拡張して、さらにですね、超過後最大128キロに抑えると言ってたものをですね 1Mbps で使い放題というふうに、バージョン2の特徴を発表しました。もうすでにですね容量を超えられた方、パートナーエリアでも、1Mbps での通信が可能となっているようで、これだとまあ実用上インターネットを使えるということで、さらに、過去ですねスーパー放題の加入された方も続々ですね新しいアンリミットプランの方へ切り替えられてこられるんではないでしょうか。さて、最近ですね、SIM が手に入りましたから、実際のですね電波状況とかの調査ができるようになりました。で、サービスエリアマップとして、全国エリア拡大中というふうに謳われておりますが、実際のところどうなんでしょうか。ホームページのですね、サービスエリアマップは、まあ、見慣れたものですけれども、現在のところですね、日本各地の、まあ、大都市を中心として展開されているようです。ただ、いろいろまあ、置けるとこから置くという発想なのかもしれないんですが、ここに見ていくと、いろんな場所でアンテナが設置され始めていると。でですね、昨日、行きました。昨日はですねちょっと用事があったために町田の方へ行ったのですが、町田の方というと新宿からですね小田急線に乗っていきます。ここですね、まあ、新宿はアンテナがたくさんありまして、あの辺りでですね電波測定をしながらマップを見ていくといろんなところへつながっていくのがまあ面白い状態になっていますので、そういうのが好きな方はまあ、ついでの際にですね調べてみられるのもいいかと思います。このマップでですね、まあ、23区はだいたいもう範囲になっていまして、電車に乗っていてもですね、まあ、ほとんど切れることはありません。ただしですね新宿駅、地下ホームであるとか、あるいは、地下化、小田急線もですねだいぶ新宿に近い側はですね、地下に、線路が置かれてますので、その間はパートナーエリア au のバンド18をつかむ、これはしばらくは、地下にアンテナが張り巡らされるまではこのような状況が続くのかと思いますが、まあ現実問題として利用者としては通信が消えるわけではないので、全く問題ないと思います。まあ、ローミングのですね、コスト的なものは楽天さんにはあろうかと思いますが、まあ、サービスという観点から言えば、利用者としては問題ないと。ですね、気になるのは、ここ、まあ、つながるのはいいんですけども、あまりやりすぎると、速度制限 1Mbps とはいえ制限にかかってしまうので、パートナーエリアよりは楽天エリアの方がありがたいわけですね。
ですからやっぱりアンテナの位置は気になります。さて昨日こうずっと行きましてですね、23区を過ぎまして、ここは狛江の方ですかね、小田急線ですから狛江の方へ行ってますね。ここですね、狛江市。はい、狛江市はエリアなので、塗りつぶさないといけないと思いますが、これは単に表示の関係、表示の遅れですね。はい、塗りつぶされました。この辺りがですね、大体今この楽天のですね、西側の端っこに近い、今ほぼ展開中ということですね。こう川の方がなんかエリアになっているので、やっぱり見通しがいいので電波が届くという計算上でこういう絵になっているんでしょうかね。狛江を過ぎまして、上りとに行くとですね、アンテナは全然立ってまして大丈夫でしたね。ただしここから辺がですね、ちょうど向こう側丘遊園あたり、エリアマップ上はサービスエリア範囲内になってますが、まだ、電波は飛んでませんでしたね。まあこれからこういう予定、多分アンテナを立ててるからこういうマップになってるんでしょう、これから飛んでいくんだと思いますね。でここら辺に行くと大体あの大学のキャンパスとかも増えてきましてですね、こういう、まあ、見ていくとこう学校のところにあのエリアが、広がっているような図になってますね。実際今電波飛んでないかもしれませんが、まあこれから順次こういう学校にのアンテナがですね稼働していくのかと思います。まあ実際にあの工事の進捗状況によっていつ電波が発射され始めるかというのは、まあ、変わってくると思いますが、今現在こういうマップにですね、そういう学校のエリアがあるということは、まあもうそういう予定でアンテナの設置が進んでいると思われますので、しばらく待てばここら辺のあの川崎エリアですね、向こう側丘遊園もそうですけども、このいう、川崎市立雲という百合ヶ丘とかですね、ここら辺も学校があるあたりは期待していいのかもしれないですね。読売ランドはまあ学校というよりはこういうレジャーランドなので建てたと、まあ建てやすいところでもありますね。こういう見晴らしいいですね、場所もありますし、そうやってここら辺のあのちょうどですね、人口が多い新百合ヶ丘あたりまではまあどんどん展開している最中だと思います。こう見てみるとですね、結構凸凹に展開されてますが、まあそういうこの間のあの千葉市のですね、楽天との学校にアンテナを置く、契約を交わしたという話がありましたけれども、そういう学校に、インターネットを引くという流れの中で楽天さんとのですね協調ができているところはどんどん立っていくのかと思います。こうやっていきますと、横浜のですね南の方行くと青葉区とか、あそこら辺はまあだいぶ進んでますね。広報局とか町田市はですね、東京といってもほとんど、横浜に飛び出しているようなエリアですので、まあ、横浜の方のですねこうエリアが進んでいけば、あの合わせてこちらの方もアンテナが立っていくんではないかと期待できますね。こう子供の国、あたり、ここら辺も近くにですね学校がありますけれども、学校であるとか、病院の近くとかですね進んでますですね。まあ結構ピンポイントで学校にがエリアになったりしてるたりもするようなので、ここら辺でですね利用される方は
チェックしてみると面白いかもしれません。実はこう都内から離れているんだけども、山側なんだけども、キャンパス側が先にですね、エリアになってたりするというようなことはあると思います。これも調布もですね、なぜか電気通信大学が外れてるっていうのは、なんか犯してくんないのでしょうかね。なんかあるのかもしれないです。ちょっと気になるところです。ちょうど電通台を挟むようにしてですね、エリアがポンと飛んでますもんね。不思議な感じですね。ここら辺もですね、用事でこう通過することはよくあるので、まあ電車で行くこともあり、車で行くこともありですが、今後注目していきたいと思います。所沢もですね、もう少し、もうちょっと高い感じですけどね、ユーザーはたくさんいるはずなので、そういうインフラ整備的な意味では早く展開していった方がありがたいですね。はい、まあ今日はこの辺りで、昨日の話のちょっとコメント的なことですけれども、雑談的な話をいたしました。それでは失礼します。